はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トロピコ5、続きをやっていきたいと思います。タイムマシンを作るところですね。一応もう一回見てみましょうか。素晴らしい。まずはフラックス制御装置を作成する必要があります。こいつで時間の流れを無効にし、タイムトラベルを可能とするのです。で、研究ポイントを使ってタイムマシンを開発するということで、今のところ100分の50で半分来ているので、研究ポイントですね、ちょっともう少し稼ぎたい気がするんで、今のところ残り11年ちょっとっていうところで50まで来てるんで、まあ、大丈夫かなとは思うんですけど、まあ、何があるかわからないんで、ちょっとこっちの方を少し開拓をまた進めていきましょう。そうするとまず基本となる建設業者をもう一個建てます。もうこの余ってるところにポイントで運送も建てちゃおう。でここが、マンション地帯になってて、これなんだっけ、オフィスビルかで、じゃあ少し整備をしていこう。まずはそうだね、ここら辺1個全部建てよう。図書館、ん、これは逆、図書館をもうここに建てて、で高校も建てて、大学も建てて、大学ってだいぶでかい、こんな感じか。で観測所ももうなんかこちら辺に1個建てよう。向き的にはどうだ、こうか。で科学研究所も1個建てちゃおう。ここら辺はなんかそういう地帯ここなんか1個空いちゃったけどこういう空いた隙間のところに駐車場とか建てられるのかな。あ、建てられる。で、マンションがここにあるから、まずは、あ、そうだ、大使館だ、大使館建てて、なんか中国を呼び寄せるみたいなことを言ってたよね。ここかな。で診療所は必要だよね。まずは診療所、じゃあここに置いて、で診療所と警察署もまだ無料か。じゃあ警察署もここに置いて、病院もね1個置いておきましょう。診療所1つだと厳しい可能性があるんで、入り口的にはどうなってんだっけ？あ、こうか。で、あとは、そうだね、スーパーマーケット必要だね。スーパーマーケットは、じゃあ、開いたこの間に置いて、スーパーマーケットとさ、食料雑貨店って何が違うの？食料雑貨店の上位互換が単純にスーパーマーケットなのかな？新聞社も置いておきましょう。まあ、いろいろと、ここら辺は、わりかしいい感じだね。で、シネコンをこう、シネコンとか、なんかすげえな。どういう向きだ、これ。こういう感じか。ここはちょっと道路つなげるか。こっから上に伸ばしていきますと。あとはここら辺のね、建設がどれだけ進むかっていうところ。テレビ局は、あれ、テレビ局2つ作ったっけ。電力使うからどうのこうのみたいなことを言ってた気がするけど、国際イベント、おい、あれ、こっちの方にテレビ局1つ置いたんだっけ。あ、これだね。これが建設できればとりあえずは大丈夫か。ってことは、ここの発展を少し見守る。建設業者がやっぱりうまく機能しないといけないから、これは即立てしよう。
てかもうなんか金あるからさ、全部即立てしていいような気もするんだよね。まあでもちょっと待ちながらやりますか。で、地下鉄の駅も作ったから、あとここら辺に必要なのは何？ここら辺は完全にもう住宅街っていうか、そういうところにしたいんだよね。レストラン、酒場、娯楽もちょっと置いておくか。酒場とかはやっぱりこっちの方に置いた方がいいのかな。どういう向きだったっけ。こうか。酒場は何が周りにあるといいの。文化志向の観光客。おお、なるほどね。廃棄処理場、これもちょっと置いておく。1個こっちの端の方に。これさ、別に向きとかあったっけ。あ、あるわ。だ、こうだ。だいぶ建てたっちゃだいぶ建てたけど、まだ金はあるからね。一応20万くらい。やっぱ安定してくるとね、こういうのは強いですよね。で、そうすると輸入と輸出、今どうなってんだ。電子機器を輸出して、まあ、ここら辺の材料はあれだから、うん、そうだね。なんかここら辺1個ずつ、あ、パイナップル、ミルク、肉、魚、トウモロコシ、バナナこれを輸入しとこう。食はいくつあってもいいと思うんで。これなんだっけ、家具工場。こんなん俺作ってたっけ。全部やろう何、板材が足りないのか。板材ももう輸入しちゃおう。木材か。でも木材はさ、板材研究所どっかなかったっけ。もはやどこに何があるんだかさっぱりわからん。あ、機能しだしたな。伐採キャンプみたいなのってなんかこっちの方にあった気がするけど、もう取り付くして。これなんだ。え、道路が、いけ、しまった、逆向きにやっちゃったんだしまった、ここが繋がってないんだ。じゃあこうだな。まさかまさかので、ここに繋げよう。で、一応こういう空いたとこには駐車場をぶち込む。空いた1スペースに駐車場をぶち込む。いいね。地下鉄の駅もなんとなく作っとく。こういう向きだよね。あとは地熱発電所ってさ、予算を高くしてるほどいいって書いてあるね。予算どうしてたっけ。全然あれだな、予算高くしよう。こういうとこに2、3個さ、地熱発電作ったらどうなんだろう。電脳政府、 Wi-Fi、 IT 教育、ちょっと見てみますか。 Wi-Fi、 島内の住まいの質、ホテルの効果、いや、やろう。 IT 教育、定年が引き上げられます、いや、やろう。ちょっとなんかいろいろ説明が出てたけど全然読んでなかったな。布告にかかる費用が 25% 減少します。あ、まあ別にどっちでもいいけど、名前やろう。スポーツの祭典、スタジアムの数に比例して観光価値が上昇しますか。遺伝子組み換えとか、こういうのやっとこう。プレジデンテ、これは言うなれば、あれ、マジでどこだよ。デモが起こったの、あれ、これなんか機能してない。あ、たまに機能しなくなるんだよな。ドライドックとかってさ、なんで機能してないの。もう意味が分かんなすぎる。で、どこデモが起こったの。デモ起こったの探すのに一苦労なんだよね。え、どこでデモが起こった。こっちではないよね。こっちではまだデモが起こるはずもないし、なんかいろんなマークがありすぎて、これまあ稼働してねえし、生産していませんと。なんでだ。トウモロコシを飼料に畜産品、トウモロコシがないのか。いや、でも輸入し始めたかんね、全部。あれ、デモどこ、マジでわからん。なんかできたね。EU の件。EU か、今度は。
大使館できた、そもそも大使館ができたか見ましょう。全然できてないわ。もういや速打でしよう。でまずはじゃあ中国呼んで、ようやく宮殿に帰ってくることができてほっとしております。交易ルートか、交易ルート見てみる。電子機器アメリカじゃなくてどれだ。まあいいか、もうちょっとしたら見てみよう。で EU の代表者もちょっと持ってこないといけないから、大使館もう一個か立てるか。大使館同士が近いとね、どうなんだろうねなんか敵対心を生みそうだからな。まあここら辺に置いとくか。酒場に行きづらそうだな。そうするとこういう斜めのとことかに置いとこう。でこれもちょっと即立てしよう。で EU、 EU の報酬センターに電話がつながりました。1万5000円を受け取るためには1をそういうこと。資源価格2年間 30% 値上げ案に、2件の無料インフラ整備、従業者は3、500万ヨット9とかそんなのないし、2にしとこう。じゃあプレジデンテ、国粋主義者たちはトロピコの民であることをかつてないほど誇りに思っているようです。特にもう警察署そんないっぱいいないかな。国粋主義者が増えたところでどうなの。まあいいや、スイス銀行にしとこう。で代表団にするんだっけ、ロードが入っちゃったけど。84か、来年は選挙をやりましょう。この機会にってことはとりあえず称賛しとこう。で次のアクションが行えるのは1年後と。これのマンションができてきたね。すべて近代化、タワーマンションに切り替えることができる。25万とか高すぎるんだけど、まあ、順番に作ってる感じかな。うまく建設業者が機能してくれればもうちょっと早い気がするけど、57% か。ただトウモロコシが足りてない。ちょっと1個トウモロコシ作るか。じゃあ農園のトウモロコシ、トウモロコシがな、真っ赤っかなんだよな、こちら辺が。こういうとこに作らないといけない。ここね、道路が曲がってるからな、こんな感じか。よし、ここにしよう。ここの区画までは、農園にしよう、じゃあ。で、あと何が足りてないのよ。やっぱりこれだな。ホームレスは若干減った。医療環境の不足っていうのが全然解消されないんだよね。どうする？じゃあ病院もう一個建てる？こちら辺ホスピタルを建てて、診療所とか、じゃあこれ、これ新聞社でしょ、これ診療所だよね。入院病棟やったからテレビ局、これテレマーケティングもやろう。プレジデンテ、いろいろ来て、大学2つは持ってる。プレジデンテ、国粋主義者たちは、また警察庁がいらん中国が自国の人口を数えるために力を貸してほしいと言ってきています。1万ユニットの医療品を輸出する。マジか。 EU の連中は自分たちと価値観を共有しないものと話す気はないようです。経済と外交カテゴリーの建造物すげえ、外交関連に対処する EU のコールセンターにつながりました。金銭的援助に関しては1を、自国の通貨にユーロを採用される場合は2を、 EU に対する不満を述べられる場合は3を、助成金の申し込みは4を、オペレーターにつなぐ場合は9を押してください。どのボタンを押しますかって、わかんねえんだけど。自国の通貨にユーロを採用するとかってさ、どうなんの。 EU に対する不満を述べられる場合さ、効果がわかんねえんだけどこれ金銭的援助はあれだけど、助成金の申し込みって何。わからん。
3にしとこう。これで環境は関係が良くなればいいんだけどさ。高級住宅とかね、もうなんかこうやって見ると若干みすぼらしいよね。ここら辺のさ、マンションの立ち具合が半端ないな。ちょっと待って、自動車工場の生産が終わってるんだけど、防気サイトって、あれ防気サイトなくなっ、防気サイトなくなった？いやそんなことないよね。防気サイトはちょっとあれだな、金を出そう。これ防気サイトは OK。 あでまた、そうだね、なんということだ、クレタか、そうだ、ほったらかししてたんだ。戦いのスキルを磨くために敵の部隊は4です。訓練を続けている勇敢な兵士たちに捧げるわ。どうなってるこれ。最近ああした軍事訓練もなんだか、我々は選挙の結果を、これ大丈夫でしょう。おー、戦車が行ってるね。もう戦車が来れば大丈夫でしょう。プレジデンテ、巨大な波が、こんな時に津波かよ。戦ってる場合じゃねえだろ。こいつら津波はね、なんかかなりリアルに作られてますよね。おー、選挙の結果が出ました。選挙とかもう、そんなん気にしてる場合じゃないでしょう。もうよくわからん。はい、すべて再検討で、結局うちの戦闘はどうなったの。なんだかよくわかんないうちに終わった。あと津波の被害があるね。排水しよう。プレジデンテ、電話を保留にされた状態のまま数ヶ月待った後についに EU のコールセンターにつながりました。すげえな、数ヶ月も保留にされたんだ。EU に不服を訴えるためにはまず最初に EU を称賛する必要があると。あー、 OKOKOK。 じゃあ EU を称賛するか、まだ多分できないと思うけど、ここだっけ EU。 あ、称賛できるわ。 EU の報酬センターに電話がつながりました。またこれ。また資源価格でも上げる。代表団はただあれだね。そう、医療品の輸出ね。あれ、こういうとこってさ、何、1個ずつ放水しなきゃダメ。ちょっとカーソルが合わないんだけど、あれどうなってる。まあいっか、タイムマシーン残り100で、72まで来てるか。ちょ、なんか、なんかやってたけど連打したらなんか終わっちゃった。ちょっと待って、これどうすればいいの。まあいいや、もうとりあえず置いとくとして、ここら辺の住宅地も完全にできたね。自警団、そんなの作れるんだ。ここら辺もだいぶできてきたといえばだいぶできてきた。あ、これ今建設中か。ここら辺、称賛はできない。あとやることとすれば、あれ、あ、そういうことね。津波でぶっ壊れたから今再建築してるんだ。排水、ちょっと待って、全部排水されたか。金だけはめちゃ溜まってんな。医療品の輸出、まず医療品って輸入できるの、そもそも医療品をさ輸入すればさ、生地、板材、生地を輸入して、生地を輸入して医療品を作る工場を作ればいいんだ。生地じゃなくてアパレルメーカー、生地から医療品を生産する。じゃあこれ作るか。アパレルメーカーも、じゃあなんかこっちの方に置いとこう。アパレルメーカーって向きこうなんだ。ほいで、これは、うわ、高い、やっぱり高いよね。で、建設業者と運送業者、ここまたこれだよね。
すぐ生産しなくなるんだよな。余ってる船がありません。ちょっと上の方港を増やそう。1個しかないのここの港って。港結構いっぱいいっぱいだなきっと。ここでしょ。あとここにも作っちゃおう。うまくできないな。ここでいいや。あと道路をつなげて、ちょっと待って、こうの、こっからこうの OK と。地熱発電ってさ、火山のないところでやると多分生産量は少ないんだろうな。とりあえずタイムマシン78まで来た。何が足りてない、これ何が足りてないとかっていうのをちょっと教えてほしいんだよね。ボーキサイトの消費がゼロになってる、そういうこと。ボーキサイトどうなってんの。でもボーキサイトは普通に作業者がいない。マジか、もうこれ完全に給料上げよう。これもやろう。ボーキサイトなんだなって。これが動いてない。葉巻工場、葉巻は葉巻も人がいなくなっちゃったよ。なんか今わーみたいなことなんなかった。管理者とか全然置いてないかんね。自動車工場管理者置こっか。これ結構重要だからな。すげえいっぱいいる。経営者でも置く、サービスを受けられるものの数が 10%。 サービスって何。作業長だな、作業長置こう。仕事の質は10低下って。大実業家とかって何。予算を最大した時の、あ、これにしよう。で、予算最大になってるから、OK。頑張ってくれたまえ。あとは、私はついに。あ、なるほどね。で、そこからまたなんか作ってこう、利益をスイス講座、スイスマジック。あ、未来やろう。未来先にやって、建造物を、あれ、未来の素材か。のこうのこう。で、OK。どうなんだ？ちょっと研究ポイント少し研究ポイント急いだ方がいいか？観測所を速立てしよう。で、研究部門をやって予算も上げよう。とにかく予算を追加していこう。じゃあこれ追加。あとは観測所、これ予算追加で、科学研究所も予算を追加しよう。とにかくここら辺の稼働率をどんどん上げていこう。で、図書館とかもはやね、どこにあるか分かんないんでどれが図書館、これ博物館だし全然違う。もうちょっと小さかったよね図書館って。これ何？オペラハウスだし。これ何？これ警察署か。タスクができてんね。どうです？大聖堂2つ所有か。大聖堂なんてないよ。てかまず図書館、これ税関だし。税関ってどうなってんの？ちょっと全部予算上げよう。特別で。これは？大使館。ここら辺なんだ？人がどうなってんだ？これもよくなんか人がいなくなるよな。スーパーマーケット何なんだろうな。これは銀行か。図書館のね、予算を上げたい。これか。違う、これそうだよね、予算上げよう。研究ポイントは OK。 これも図書館だっけ。予算上げよう。よし、最後ちょっともう一気に追い込みをかけよう。なんでここら辺がマジでさダメなんだ。通算利益がめちゃくちゃマイナスだな。トウモロコシがないの。トウモロコシ消費、ちょっと輸入の量が足りてないのか。ここら辺ね、トウモロコシもう一石ずつ割り当てる。
って、あとは港の稼働状況が良ければいいんだけど、多分全然オーバーしてるよね。稼働率がよろしくない。タイムマシンでも94まで来たね。あとこのままほっとけば大丈夫か。結局ここは全てが完成する前に終わるか。どういう状況だ。診療所、ここにも金をつぎ込もう。運送業者とかはね、金をつぎ込めないからね。建設業者も、ああでも人がいた方がいいのか。予算を当てた方がいいね。これ多分みんななんかあれだな、予算を当てないと人が来ないね。高校とかって近代施設にしよう。ここら辺もここにやろう。研究ポイントを生み出すようになると。駐車場って何なの。駐車場も何、予算当てないとダメなの。よし、タイムマシン98、これはもう絶対間に合うな。まあ、割と余裕、5年くらい残ったか。まあ大丈夫だね。でここも人がいなくなってるんだけど、ちょ待って。宮殿の方でデモが起きたな。デモも放っておけばまあいいっちゃいいんだけど、最後に宮殿でデモかよ。この島に向けて核ミサイルが発射されました。現在放物線を描きながら飛行中です。さささささ、プレジデンツ、急いでタイムマシンの中に入ってください。今すぐ動かせば核爆発を逃れることができる。スペースの都合から登場できるのはあなたとご一族だけになります。どうか気になさらずにさあ行くのです。ほい。こういうのってさ、なんていうの、パラレルワールド としてさ、まあ、自分たちは過去に行くけど、この世界の人たちはこの世界の人たちで多分進んでいくよね。3、2、1、スタート。よし、正常に作動しているぞ。この澄み切った空気と海の香り、まさしく19世紀のものに違いない。間違いない。おお。でミッション、海賊王、低価格で大量の金を輸出しろ。え、どういうこと。あれが変わってる。プエルトココとイスラロホじゃん。イスラロホってなんか攻め込んできたとこだよね。で、じゃあどうする。経済難易度ちょっと上げる。経済難易度中にしよっか。政治難易度が厳しいんだよね。多分この支持率に影響してくるから。え、ちょっと政治難易度はな、自信ないんだけどな。いや、中にしよう。で、まあ、災害はまあ、まれでいいかな。というところで、とりあえずどうなったのこれ。タイムマシンで過去に戻ってきたってこと。で、またミッションは海賊王につながっていて、そう、島が変わってますね。プエルトココとイスラロホ。ちょっとプエルトココに入ってみましょうか。気になる。麗しきトロピコよ、私は未来からやってきた。私は世界の破滅を阻止するために過去に戻ってきたのだ。そしてこの目的を遂行するためには新しい島が必要だった。幸い私の素晴らしい指導力はすぐに帝国の知るところとなり、私は彼らの植民地の総督に任命されることになった。しかも選択肢として与えられた島はかつての敵プエルトココとイスラロホだった。一刻も早くレオン・ケーンを打倒したいところだが、まずはこの時代に適応し計画の準備を整える必要がある。海賊王、なるほど、過去に戻ってきたのか。カリブの島へようこそ総督。私はオークスワース卿、国王陛下の使者としてこの島に派遣されております。あて、以前にどこかでお会いしましたかな。おお、そういう感じになってんだ。いずれにせよあなたの最初の任務は海賊にさらわれた皇太子を救出することです。あの
大海賊ロバーツとか名乗る輩は身代金として黄金をよこさなければ皇太子の首をはねてコート掛けにすると脅してきている、ですのであなたには即座に黄金の採掘を開始していただきたい。また身代金が支払われるまでは黄金による利益が通常のようには得られないことも覚えておいてください。金を5000ユニット輸出する、身代金が支払われるまで金の価格が低下しますと、いうことになりましたので、またここからっていう感じはしますけれども、じゃあ次回は、海賊王からですね、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。